スノーマン阿部亮平、後藤を狙ってしまった、難問連発に珍回答も。スノーマンの阿部亮平が5日放送のフジテレビ系、今夜派謎トレ最強歴代優勝者 VS2023 最強問題&国会議事堂7大ミステリー、夜7時に出演。収録後に感想を語った。阿部亮平、難問連発に珍回答も。今夜派謎トレ、では有田鉄平、クリームシチュー。高&都市、柳原かな子、阿部、宇治原文則、ロザン、そしてシーズンレギュラーの井桁弘恵がチームキャプテンとなり、本番直前にくじを引いてゲストとのペアリングを決定。二人一組となってクイズや謎解きに挑んでいる。今回のゲストには石田光、石原良純、西山菊江、フジテレビアナウンサー、野々村由紀子、ふくら P が登場。定番企画の、日めくり謎トレや、ひらめき国語辞典謎トレ、のほか、東大謎トレ特別編、では国会議事堂に関する謎解きに挑む。また、今回のゲスト陣は謎トレで優勝経験のある猛者たちが集結ということで、問題の難易度も少し高めに設定されており、高得点問題も続々登場。しかし難問連発のため、後藤や珍回答が飛び出す一幕も、